船舶用 の, あの船のエンジンの部品でありますとか、上水道の継ぎ手とか、あの様々なものに、取り組まれます。再研磨 の, あのサンプルの部分になります。で、まあ、コーティングが置いてあってですね、あと新品製造の部分がありますね。特殊の小径 の,、まあのエンドミルであったりですとか、マイクロなところで連続して、進むものですから、非常にあの熱のですね、中が特別複雑なあの形状のアルミのもの、それから、中には、銅板を煮込んだ、部品等を、今現行で生産、細いワイヤーで作るというところが本当、まあ、これから先、まあ、日本で、まあ、この岡山県津山市で、まあ、製造を続けていくためにも、まあ、必要不可欠、何かこうもうちょっと、うちの、まあ、設計技術というか、そういったところを生かして何かできないかなということで、それの4倍版ですね、の地球ゴマっていうのを作る、ミリから2ミリぐらいまでの、線形のものを、あとは板材ですね。板材の方は、板厚コンマ2ミリから3ミリぐらいまでの板厚の、材料、ケーブルですとかですね、ワイヤーハーネス、光ファイバーですとかですね、ロボットケーブルなどのそういった紐状の、まあ、ケーブル状のものに対して、まあ、繰り返しの復旧試験をこういう問題の管理してやろうという、まあ、今入る IoT の関係した、開発品で板金屋となります。決してメーカーではなく、お客様からいただいた図面をそれをいかに早く安く、そして、鶴、切り絵、短冊等々、行っているのも、写真等で、表現させてもらっています。あの一筆で曲げれ曲げれ曲げれますよっていうちょっとあの技術を紹介させていただきたいなというふうに思います。あのこの機械をちょっと見ていただきたいんですが、従来であればですね、この形であれば3本ロールです、ね、